尻内町は北海道南西部の都道総合振興局管内に属する町。お島管内、お島半島南西部に位置する。東部は津軽海峡に面し、西部及び南部は山岳。町中心を東西に尻内川が流れ、下流域に尻内市街がある。川及び沿岸に沿って国道228号が走るほか、北海道新幹線、海峡線が町内を通過し、 旅客駅は設置されていないが湯の里地区に、青函トンネルの北海道側高校が設けられている。アイヌ語の、地を、い、添加して、チロ地より、正木藩の主要財源の一つであった、徳川将軍家に献上する十五羽の高狩り用高の産地であり、その半数以上は、尻内で捕獲したものと言われている。産地河川湖省海岸国内尻内町内の集配業務は、 木古内郵便局が担当機関産業は稲作、漁業、林業など。また、元町地区には重油とオリマルジョンを燃料とした北海道電力、尻内発電所がある。漁業農業2015年の農業生産額約18億円。農協、漁協物流金融機関尻内小谷市中継局。 中継局電力幼稚園道の駅知り打国道228号線により、子内町、北都市、函館市、福島町、松さ町、江差市町に行ける。東町内を、北海道旅客鉄道北海道新幹線、海峡線が横切っているが、旅客駅は存在しない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、北海道新幹線及び、道南伊サリビ鉄道道南伊サリビ鉄道線。 木古内駅。廃止された鉄道路線かつては海峡線に尻内駅があったが2014年3月15日に旅客駅としては廃止された。2016年3月26日の北海道新幹線の開通に伴い旧尻内駅と同一地点に湯の里尻内信号場が開設された。 海峡線回通より以前には JR 北海道松前線が通じており、町内に森越駅、大島尻内駅、十内駅、湯の里駅が設置されていたが、こちらは1988年2月1日に全線、廃止された。路線バス国道道道、重要文化財、ありがとうございます。